はい、どうもアニメロンソーダをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、ミルバキストとよさんです。はい、ということでね、今日は沖縄の買ってきたものをご紹介しましたけど、その中に入ってるもののね、はい、ちょっとよさんと一緒に、ね、やっていきたいなと思って用意しました。はい、それがこちら、沖縄チュラ海発見。これなんですけど、はい、ね、なんですこれ、これ「美ら海の宝物を掘り出そう、はい、沖縄美ら海発見」っていうね、うん、あの掘って宝物を取り出すっていうものなんですけども、うん、発掘シリーズですね、はい、要は、はい、それの沖縄美ら海水族館バージョンです、うん、はい、で、何が出るかっていうと、これね、徳サバ、あ、まあザル貝、貝ね、宝貝とか、あとクリスタル、アクアマリン、ターコイズブルーストーン、ストーン系で、運がいいと本物のパールとか、うん、サメの歯の化石、すごいね、うん、とかいろんなものが出てくるみたいです。はい、はい、でね、これね、ちょっと一応4つ買ってきてあります、うん、で、まああのどちらがね、より良いものを発掘できるかっていうので、ちょっと勝負していきたいと思います。はい、まさかの被りもあるかもで、そうだねそうだね、そうで、これでちょっとやっていきたいと思います。はい、まあで、まずは、まあ、これね、箱4つあるんだけど、誰がどれを取るか、でももう待って、砂出てきてるから、マジかよどれか欠けてるかもしれない、ジャリジャリしてる誰がどれを取るか、じゃんけん、はい、やりましょう、はい、せーの、何が出るのか、じゃんけんポン、聞いてないか、イエーイ勝った勝った、そういうじゃんけん発信じゃあこれ、私これと、はい、じゃあ次どうぞ、これいこう、じゃあ私も端っこ、これいこう、はい、じゃあこれ、はい、じゃあ私はこの2つ、はい、でやっていきたいと思います。はい、あ、なんかこんなになってるんだ、なんか掘り出すや、掘り出す棒と、あとハケ、うん、がついてる、あとラップ、ラップされた貝殻、貝殻の形にした、はい、じゃあ掘り進めていきましょう、レッツゴー、早いですよ、石は簡単に、はい、ターコイズ、はい、はい、ということで、
イオスさんはターコイズが2個。はい。で、ミルバケッソがターコイズとウミガメ出ました。ということで、この勝負ミルバケッソの勝利。イエイ。ということで、初めて、ハックスシリーズやってみたんだけど、うん、どう？いや、ターコイズだから簡単に取れたよ。うん。すごい苦労した。もうね、ガッチガチに固められててね、この多分足のね、溝のところね、ここにもうギュッて砂が詰まってたら全然取れなかった。でも出ました。4つしか買ってないのに出るってすごくない？イエーイ。その他の3つ全部青だけど、まさかの仮面もあるかもで、はい、はい。というわけで、そのターコイズ2つは、あの、ヨッサンのお土産として差し上げますので。マジですか？お持ち帰りください。じゃあどっかに飾らせていただきます。はい。というわけで、ミルバケッソとヨッサンでした。はい、ではまた次回。アデュー。